スクル。ママ。ああ、どうしてこんなことに。ママ、泣かないでバブ。僕も悲しくなってくるバブ。私のせいだよね。バブ。私がもっとちゃんと教育してあげられたら。そんなことないバブよ。ママンは立派なママンバブ。うん、スグルの方が立派よ。赤ちゃんなのにそんなに言葉を話せて。いや、言葉を話せるだけバブよ。そうよね。あなたは言葉を話せるだけでやっぱり赤ちゃんだったのよ。バブ。なのに私ったら、まるで。あなたが大人みたいに見えちゃって。ママごめんね。スグルはただミルクが飲みたかっただけなんだよね。ついに分かってくれたバブか。うん、よく分かったわ。ちゃんと罪を償ったら今度こそミルクをあげるからね。ミルクを僕に飲ませてくれるバブか。ええ、その方番だ。それからあやかな、なんでもないバブ。あ、うん、いいの。スグルは言葉を間違えちゃうだけなんだよね。そうバブ。変な気持ちとかないんだよね。ないバブね。絶対ないバブ。決してないバブ。天に誓ってないバブ。栗別仰天ないないバーバブ。あー、否定しすぎて怖いけど。わかった。じゃあお家に帰ったら絶対ね。あの、ここじゃダメバブか。え？今ここではダメバブか。ダメよそれは。だったらいっそ来ないでほしかった。え？目の前に人参をぶら下げられて走らない馬がどこにいる。スグル。俺ここから飲めるバブ。いや無理よ。ここから頑張って飲めるバブ。こんな小さな中から飲めるわけないじゃないの。飲めるバブ。ダメよスグル。そもそもあなたはまず反省しなくっちゃ。バブ。だからお家に帰ってからね。反省するならママンだってそうバブよ。うん、そもそもママンが僕にミルクを与えなかったことが全ての原因バブ。僕が何の問題もなくミルクを飲めさえしていたらこんな風に捕まることもなかったバブよ。だから逆バブ。立ち位置が本来は逆バブ。そうかもしれないわね。だからママにできることはまず僕にミルクを与えることバブよ。わかった。じゃあ門の前で待ってるわね。本当バブか。え、すぐ行くバブ。門の前。あいつ門の前って言ったバブ。あら、面会は終わりだ。あ、ちょっと門の前に行っていいバブか。ダメに決まってるだろ、バカかお前は。え、もしや脱獄するつもりか。あ、いや脱獄とかじゃなくてちょっと門の前に行くだけで。そんなこと許されるわけないだろ。いや、まあよく考えたらそうか。ほら戻るぞバブ。あ、こら待て。おい応援頼む。1名逃走した。すぐ戻るから。すぐ戻るバブから。